この2年間、毎日コツ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 と切り開いてきた周防大島ひとりも穴。はじめは竹がうっそうと茂っていて、山道からはこんな大地が広がるなんてこれっぽっちも思うことができなかった。その大地、一日一日、デイバイデイを重ねて、たくさんの仲間たちが訪れてくれながら、時にはその手を借り、みんなで一緒に大笑いしながら、この土地を整えてきた。整えてくると、広がってきたのは石垣。鶴がたくさん絡んでいて、その立派な石垣は、影を潜めていた。その鶴を少しずつ少しずつ取り除いては、この立派な石垣がだんだんと見えてきて、なんとその石垣はだん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 と上へと連なっていた。どこまで行くんだろう。心ワクワクと土地を整え、小川のせせらぎに心癒されながら、竹を何十本何百本と整え続けて、この大地は広がった。みかん箱はみんなの立派な山のベンチ。みかん箱に座り、おいしいおにぎりを食べ、時にはさつまいもを作って焼き芋にして食べたよ。みんなで食べる焼き芋、おいしかったな。たくさんの笑い声と、作業をしながら歌い続ける歌声は、この川の水に染み込み、小川はだんだんと大きな川に注がれ、その笑い声と歌声の波動は海へと流れていく。すべてはこの場所から届いていく。嬉しくって楽しくって柔らかな波動、水に映った笑い声も歌声もどんどんと隣の水、そしてまた隣の水へと広がっていった。小川から見上げるひとりも穴はこんなにも雄大となった。柔らかな水の流れはその姿を映してくれた。川の生き物もみんなこのひとりも穴を見上げてくれて、周りの竹林たちもまぶしくなったこのひとりも穴の地をうれしそうに眺めてくれている。山を登るこの山道には、この山の木々たちが振り下ろしてくれた落ち葉でいつもにぎわっていて、風に優しく揺れながら、みんながおしゃべりを楽しんでいるよ。だから山へ来ると心がウキウキワクワクと弾み出すんだ。見てみて、このひとりも穴の段々の石垣を、昔々たくさんの人たちが力を合わせて積み上げたこの石垣は、今もこんなにも立派に残っていてくれる。この石垣を守ってくれたのはこの竹たち。
この竹たちがあったからこそこんなにも守られて今につながったよ。さらにさらに進んでいくと、ここも整えて、次は僕の番、次はこっちだよ。風に乗ってそんな山の声が聞こえてくる。待っててね、順番に順番に少しずつみんなのところまで進んでいくからね。竹たちは嬉しそうに笑っている。そのそばを小川の水たちもなんだか嬉しそうに、山に降ったその雨の恵みを流してくれている。ほら、耳を澄ませてみて。小川の音がなんだか曲に聞こえてこない？山の中に入ると体が軽くなる。そして自然に心が整っていく。山の木々たちはまっすぐに太陽に向かって伸びている。整えられた竹たちはここで焼かれ炭となり、また大地の栄養となる。ぐる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 循環しているんだ。そんなことを思うと勝手に心が嬉しくなる。見てみて、みんなみんなまっすぐに太陽に向かって伸びてるでしょ。彼らは迷いを持たない。太陽の光に向かってただただその枝をお日様の方へ向かって伸ばしていく。だから自然とみんな同じ方向に向かって生きている。そんな中に自分たち人間が入らせていただいたとき、気がつくと自分の中の命の方向が竹や木たちと同じ方向に整っていくんだ。だからね、山の中をこうして歩くだけで私たちの命は整っていくなんて、みんな知ってた？だから山においでよ。周防大島きとりモアナ、ぜひぜひ遊びに来て。息を切らしながら登るこの坂道は、きっと私たちが生きてるその人生の道でもあるね。立ち止まっては辺りを見渡して、ほら、ここも整えた場所。大地が喜んでいるでしょ。その喜びを感じながら、こうやってまた元来た道を降りていく。そう、大地の喜びを感じながらね、自然に鼻歌まで出ちゃうんだ。鼻歌は恥ずかしがらなくていいよ。心のままに口ずさんでほしい。楽しいね。大地の喜びと山の喜び、そして小川の水の喜びまで
全身に浴びながら、こうやってゆっくりと歩くだけで、私たちの命はこんなにも喜んでいく。ゆっくり自分の手を見てみて。命が輝くと手のひらまで光って見えるでしょ。そう、その心の目で自然の姿を見るといいよ。ほら、水面がこんなにも輝いて見えてくる。それは命のきらめきを心の目で見ているってことになるんだ。山は私たちをもともとの素敵な心に戻してくれるよ。周防大島、ひとりモアナ、みんなが遊びに来て楽しんでもらえるように、2年かけてここまで整えることができました。山口県のみんなも、県外の人たちも、どうぞこのひとりモアナまでおいでくださいませ。ひとりモアナの大岩とみんなでここで待っています。